こりゃすごいよ。まさかこんな結果とはね。だからやめられないんだ。参った。完全に私の負け。君たちは正しい。正直自分が恥ずかしいわ。今更こんなこと教えられるなんてさ。何年スクールアイドルファンやってるのって話よ。このイベントを立ち上げた理由、話したことあるよね。私はね、校内オーディションをしてスクールアイドルに興味がなかった人も巻き込んで、スクールアイドル好きな仲間を増やしたいと思ったの。スクールアイドルファンを増やしたらスクールアイドル全体が盛り上がるんだって信じてた。けどさ、君たちはスクールアイドルそのものを増やしちゃったんだ。これ以上の盛り上がりってないでしょ。私の想像とか思惑なんてちっちゃいものだったね。恥ずかしいわ。姉さん、しおり子、これだけの人数巻き込むの生徒会としても頑張ったんでしょ。お姉ちゃん、ほんと完全にこれで負け。二次学の代表はここにいるみんなだわ。あげなきゃ。りなちゃん、今度このアプリゲームやらない？かわいいな。おお、これはやってみたい。しおり子さん、この間借りた本すごく面白かったです。本格歴史ものなのに熱い戦いと友情が描かれていて、のめり込んじゃいました。よかった。今度続きを持ってきますね。この本のことを語る人ができて嬉しいです。皆さんめちゃくちゃ緩んでません？え、そうかな。ゆるゆるだよ。どうしたのさ、みんな。校内オーディションの結果発表のステージの余韻かな。私まだポワポワしてる。ダンジもよ、すごかったわあのステージ。確かに今までにない感覚だったわね。パフォーマンスをしてる時、会場との一体感で体が溶けちゃいそうに感じたわ。いや、アイさんはあれ以来ギラギラなんだけど。いつもの5キロマラソンじゃ走り足りなくて10キロ走ってるんだけど。それはそれでハイになりすぎですよ。ねえ先輩、カスミンはゆるゆるでもなくギラギラでもなく、いつものキラキラ可愛いカスミンですよ。先輩もゆるゆるちゃんですか。もうゆるゆるもギラギラも早く直してください。せっかくスクールアイドルエキシビションに出れるようになったし、ホームページとか SNS とかも動き出してるのに。
参加校のリストも出揃ってたよ。君たちがよく言うミューズやアクアの名前もあった。そりゃありますよ。むしろなんでないと思うんですか。ゆるゆるちゃんですね先輩。そんな先輩も好きですけど。かすみさんの言う通り、いつまでも夢心地でいてはダメですよね。私たちも参加できることになりましたし。そうだね。まさかイベントの規約変更があるなんて。りなちゃんボードびっくり。校内オーディションは必須。ただしその結果、誰がどんな形で代表になるかは学校ごとの判断に任せる。ちょっと強引な変更になっちゃったわよね。そうかもしれませんが、うちのように悩んでいた学校にとってはいい変更だったと思います。そもそも校内オーディションの目的はスクールアイドルの露出であって、それをもって各学校でのスクールアイドルの認知を高めることでした。規約の変更がそれを阻害することはありませんから。まあそれでもカオルコ先生は大変だったと思うけど、ちゃんとお礼言わなきゃね。そうだね。何のお話？スクールアイドルエキシビションに向けてちゃんとしないとねっていうお話です。おー、 PV をアップするのっていつだったっけ。取り掛からないとまずいんじゃないかな。確かにのんびりもしてられないよね。入れ直すわ。みんなとの初めての PV だものね。このランジュがどんな手を使っても最高のものを作ってあげるわよ。元気になったらなったで暑苦しいな。ランジュ、同好会のお約束は？え？あ、その、みんなで話し合う、みんなで力を合わせる、よね。覚えてるわよ、もうまんだよな。わかっているならいいんです。ねえ、僕から一つ提案。PV 作りも大事だけど、体力アップとかの練習メニューも考えたい。あの曲を歌うなら、もっとレベルアップしたいんだ。ミヤちゃん、それは名案。よーし、練習メニュー作りはアイさんにお任せ。やだやだ、今のアイ先輩が作るとギラギラメニューになっちゃう。カスミついていけません。大丈夫大丈夫、任せなって。ください。